皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。本日は1年の中で一番暑いと言われている4月に入りましたので、その根拠だったりとか、それを踏まえてのチャート分析、また上昇するのであればどのくらいの上昇が見込めるかなどの相場分析を、ビットコインと今トレンドの IOST をやっていきたいと思います。なので今ビットコインや IOST、仮想通貨全体に投資しようか迷われている方だったり、仮想通貨今よくわからない方、チャートをもっと詳しく知りたい方、必ずこの動画は最初から最後まで見るようにしてください。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私はチャンネルを新しく立ち上げました。それに伴い私直通の LINE というのもご準備しております。そして今私を LINE で友達追加してくださった方には、ビットコインの自動売買ツール、そして私最初が考える今後10倍のリターンが狙えるアルトコインを厳選して3つお伝えさせていただいております。概要欄の方に私の LINE の登録リンクというのも貼ってありますので、こちらからぜひ私を LINE で友達追加してください。なおビットコインの自動売買ツールにつきましては、単発ポジションのみなんですが、プロフィットファクター 1.55 出ていて、直近の相場では月 40% 出ている非常に優秀な自動売買ツールとなります。さらに証券口座はバイビットさんでやるため、利益は全部ビットコインで還元されます。なので、使っていて損はないどころか利益しか生まない自動売買ツールになってますので、ぜひこの機会に私を LINE で友達追加して、この自動売買ツールと10倍のリターンが望めるアルトコイン3種類の情報というのをゲットしてください。はい、それではちょっと長くなってしまったんですが、相場解説やっていきたいと思います。まず相場に移ってるのはビットコインの4時間足になってます。価格が今日割と上げてきました。6万ドルという節目のラインで上に1回試したんですけど、そこからちょっと戻されてきてはしまっています。もうちょっと細かく1時間してみると、はい、こんな感じですね。今ここのフィボナッチを引いてるんですが、これ多分皆さん引いてるかなと思うんですが、直近の高値であったラインからここの最安値ですね、直近の最安値で引いてるフィボナッチがかなり今機能していて、で、押さえつけられてたラインっていうのが、ここの5万9400ドルぐらいだったんですが、ここはもうフィボナッチの 0.786 のところで、綺麗に押さえつけられてましたよね、この辺とか特に。で、今は綺麗にリサポ転換してる状況になってます。で、上はどこで押さえつけられてたかっていうと、ここのトレンドライン、もともと最初に作っていたトレンドライン、今は割れちゃってるんですが、そこがレジスタンスとなって止められてきているといったような感じになります。で、4月って本当に相場が上がりやすい季節になっていて、その根拠をお話ししますけど、はい、こちらの表をご覧ください。これはどういう意味かというと、こっちの方は1年ごとのデータで、でここが縦の欄が、月ですね、1月2月3月4月っていうの で、あとはその月の、初めからの上昇率、下がってたらマイナス、上がってたらプラスいくらっていうのが書いてある表になるんですが、これ見てもらうと、4月がビットコインの歴史上今まで10回4月が来てます。で、そのうち下がった月っていうのが2014年と2015年しかないんですね、ここのとこですよね。で、あとは全部プラス、1.1% という結構際どいところもあるんですが、2011年については 346% という、かなり上がってます。これはちょっと例外と置いたとしても、プラス 48.2% だったり、プラス 8.2%、プラス 27.8、プラス 33.3、プラス 28.6、で、去年もプラス 34.5 と、これ見てもらうだけで相当4月が強いというのがわかるかなと思います。で、投資のよく格言で、歴史は繰り返すという格言があるように、これだけ4月が強いデータになっていると、歴史は繰り返してくる可能性がすごい高いですね。で、このデータが今も10年続いていて、10年間これで意識されているということになると、逆の立場になって考えてみてほしいんですけど、例えば自分が売りで入りたい、売りで利益を出したいって思った時に、果たしてこれだけ上昇が過去10年間強かった、4月でショートを打ちたいかって言われると結構怖いですよね。もちろん取れた場合っていうのは相当大きいんですけど、ショートを打つのであれば別に4月じゃなくてもいいので、どっちかというとトレンドフォローの投資方法をされている方多いと思うので、そうなってくると、4月は逆にそのショートで行かずロングでやっていった方がいいと思うんですよね。で、これあと平均の上昇率、どこまで上がるかっていうのが結構あるんですけど、この 346% ちょっとあまりにも大きすぎるので、もしこれを抜いて他の9年間での平均勝率、これ出すと約 20% になるんですよね。なので4月からの始め値でやると、4月の始め値が、5万8876ドル、約6万ドルだとして、
そうなってくると、まあ、20% の場合は7万2000ドルぐらいまで上がる可能性を全然秘めています。ちなみにここの 346% を入れると平均で 50% ぐらいまでいくので、まあ、9万ドルとか10万ドル、それこそ今年中に行ってしまう可能性が全然ありえます。まあ、そのくらい本当4月っていうのは投資をする上で、まあ、ロングで持つ上でかなり激アツの年になってくるので、まあ、現物で買いたい方は本当今のうちに購入されるのをおすすめはします。まあ、じゃあそれを踏まえた上で相場解説やっていきたいと思うんですけど、はい、で4時間足で見た場合、一度価格落とされてそこから今上に上がってきてるというのがわかると思うんですが、まあ、ここの下降ラインも上に抜けていますし、下降ラインがちなみに、まあ、書くとするとこんな感じですよね。はい、まあ、大雑把に引くとこんな感じになります。で、下降ラインを今抜けて、ここのトレンドラインもうまだ割らずにですね、この赤いトレンドライン割らずに何とか上に価格がいっている状況になります。でさっきも言ったフィボナッチのところが今ここのとこなんですけど、5万8400ドルぐらいなんですけど、レジスタポ転換しているので、まあ、上に行く余地っていうのは全然あり得るかなと思います。でじゃあどこでここに来た時に、止められるかというと、そこはもちろんここの6万1900ドルで一度落とされる可能性は全然あり得ます。さっきも言ったように4月って相当強いところになってくるので、もしかしたらこう一度で上に抜いてくる可能性もあるんですけど、まあ、私の予想は一度まあ少しばかりはどうしても暑いので、暑い壁になってくるので落とされて、どこかでまた反転して上に抜いてくる、で史上最高値更新というようなパターンがあり得るかなと思っています。なのでビットコインとりあえずは6万1900ドルを行くまでがだいぶ要注意といった感じになります。で短期中期長期で見ても全部上目線と個人的には思っています。はい、ではちょっと動画長くなりそうなんで、申し訳ないですけど IOST の方行きたいと思います。はい、こちら IOST の4時間足になってます。まあ、これ見てもらって分かる通り、まあ、この前の IOST の性能だったりを詳しくまとめた動画というのを昨日上げさせてもらったんですが、まあ、まだ見られてない方はぜひ概要欄の方から見てみてください。で、三角持ち合いを今ずっと作ってる状況になってます。で、止められてるところというのが、まあ、フィボナッチが引けるんですけど、だいたい皆さんが引かれてるラインかなと思うんですが、この価格が急激に上がり始めたところから直近の、まあ、最高値のところですね、最高値のところで引くとちょうど今この236の価格帯のところでとどまってるといったような感じになります。ほんと綺麗に止められてるのがわかるかなと思うんですが、でこれで、まあ、じゃあここからどう動くかっていうと、まあ、正直まあ上に行くことしか考えれないんですけど、もしここで超えれずに落とされたとしても、ちょっと下にもこの持ち合いのかなり強いサポートラインあるので、で IOST って本当に今トレンドなので買いたい人めちゃめちゃ多いんですよね。なのでここを割ることはあんまり私もまあ考えれないというか、なかなか割らないと思うので、もしここまで落ちてきた場合でもすごい強く反発して、そのままここ236のライン抜けて、でここ抜けたらもう一気にこっちまで来ると思うので、上のライン今のうちに、なんでここ全然買われるのはいいと思います。で利確ラインはひとまずはここですよね、ここの下降ライン、ここの下降ラインでひとまず利確、まあ、私がよくするのは、例えばこの今の価格帯で持ってたとしても、ここで全部利確せずに、もちろん上に抜けて一気に最高値更新まで行く可能性もあるので、3割持ってる分の3割とか半分とか、まあ、2割とかでもいいんですけど、利確して最悪縦値まで戻ってきても利益が残るようにしています。まあ、もしくは全部ポジション持ってて利確ラインをだいぶ上げるかですね。例えばなんですが、じゃあ例えばここまで、ここで今の価格帯で買って、まあ、ここの上のラインまで来たとすると、損切りラインを大体まあ平行線で言うと、例えばこのラインですね、このラインに損切りラインを置いてみる、まあここでぴったり戻る可能性もあるので、もうちょっと下ですよねぐらいで損切りラインを引いてみるとか、そういう手法でもいいと思います。まあこれは自分に合った方法でもいいかなと思います。まあ、私は本当にもう早く利益にしてしまいたいので、本当3割とか5割とかを利確をしていくようにしています。まあこれは本当個人のトレード方法の問題になってくるので、まあ特に別に私がこうしてるからといって同じようにする必要も全くないんですが、まあ、ぜひ参考にしてみてください。まあ、なので簡単に IOST の話まとめると、もし短期で下に下がったとしても、押し目で狙っていって問題ないです。まあ、私は本当上に行くしか思ってないので、でここの236を綺麗に抜けた時ってどう考えてもですね、本当もうあとはあんまりもう止められるライン帯がないので、本当に上に一気に
行く可能性がすごい高いです。なので今のうちに購入されるのをお勧めします。はい、それでは本日のビットコインと IOSD の相場解説というのは以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。